本日2024年、7月の26日24時25分。まあ、人口の件なんですけども、ホームページ、淡井圭介の履歴の、51番を見ていただいたら分かる通り、まあ、どこの都道府県も表記する人口の大体3分の1か4分の1という話だったんですけども、これ、皆さん面積見てもらってどうです？兵庫県は大体もう僕、いろんなとこ行ってるんで、人口どれくらいか、まあ、把握できてるんですよ。で、兵庫県ってこの淡路島を含まれてるんですね。で、大阪府って、まあ、中央の大阪駅、JR 大阪駅を中心に、まあ、半径、5キロ、10キロ以内はかなり高層ビルとかは確かにあります。だけども、基本的にショッピングモールとかじゃないですか。で、兵庫県の人とか、まあ、こちらは京都府なんですけども、京都府の人とか、まあ、新快速乗ったら結構すぐなんですね。まあ、滋賀県の、まあ、手前の方の、琵琶湖より、琵琶湖の、まあ、手前の方のあたりに住んでる人たちでしたら、まあ、新快速乗ったら結構大阪の中央部まで来やすいと。まあ、奈良県の人も、まあ、近鉄だとか、まあ、電車の名称なんですけども、まあ、和歌山の方はちょっとアクセス方法はよくわからないんですが、まあ、人口、和歌山県の方は少ないです。これ、こっちの地図で見てもらったらわかると思うんですけども、山間部、あとまあ、こちら、まあ、これね、比べてもらって、その、神奈川県と東京とも大阪府と面積変わらないじゃないですか。で、まあ、兵庫県の方は5倍ぐらい面積あっても。まあ、神奈川県は山間部が、まあ、ちょっとあって、東京とも、まあ、けど、神奈川県のまあ、半分近くが、まあ、山間部。もう、この辺り東京なんですよ。で、この辺りまでが東京で、まあ、埼玉が、まあ、こういうふうに、まあ、東京都の範囲が、まあ、こういうわけですね。で、平地が多いという部分もあって、ただ、まあ、ここも、先ほどの大阪府みたいに、神奈川県もそうなんですけど、お互いにこう、往来とかあったり、千葉県からアクセスが良かって、まあ、埼玉県とか、あと、茨城など、新快速とかで、だと思うんですよ。商業施設が中央部多いじゃないですか。じゃあ一つのところあんまりないわけじゃないですか。じゃあ大阪府と東京都と神奈川県を表記してる人口のこれ5分の1もあり得るんじゃないかと。まあこういう結論にある程度、至りました。で、地方からの遠征組とかで、こう、学校に、東大だとか、大学で分かりやすく、言いますと、まあ、遠征組の人たちがいらっしゃって、まあ、仕事でもそうなんですけども、東京都にこう、集まってきやすいっていう部分はどうしてもあるわけじゃないですか。まあ、本社が東京にと、愛知県のトヨタという自動車産業の、日本の、まあ、大手メーカーさんももう東京都に本社らしいんですよ。だから東京都に人が集まってくる仕組みがあるだけで、また地方に戻るわけじゃないですか。だからどちらかというと一時的に東京都に行っていて、地方に戻るっていう人たちがかなりいらっしゃると。学校、高校からしてそうだと思うんですよ。今は面積を見てもらってるんですけども、あとは、山間部がどれぐらいあるかとか、まあ平野部がどれぐらいあるかで、まあ、まあけど昔からもう2000年過ぎぐらいの頃から大阪の堺のところも結構空いてるスペースありました。で、そんなにこう湾岸部から離れたら、そんなに高層ビルがたくさん建ってるわけでもないんですよ。まあ空き地もあると。もうすぐ横、奈良県です。ここです、堺が。だからもしかしたら、その、全日本人の人口3000万人いるかどうかもわからないみたいな話にどうしてもなるんですよ。
この間、京都府のこの由良川を撮影しに行きました。こちら、大野ダムです。で、こちら、移動しながら電車の中から撮影したりだとか、西舞鶴、ここは西舞鶴っていうんですけども、この辺りまで、来たりだとか、この由良川、この辺りとか、徒歩で、いろいろ撮影したりとかもしてましたが、人あまりいらっしゃらないわけじゃないですか。この辺りの日吉ダムとかもそうでしたけども、京都府の、こちらですね。これもね、お店に掲げてある、その表記とかで、この日吉駅の近くに、天若湖、天若湖と書いて、天若湖と今まで説明してたんですけども、ここまで行って分かりました。天若店っていう店舗とかがあったんですよ。天若と読む方が正しいのか、ただね、詳しそうなところで調べた天若湖っていう読み方をするんですよ。だから地元の人でも読み方がわからなかったのかもしれないという部分もあるんですけども、そちらに、宿泊施設だったんですけども、その天若、旅館かホテルで、だったと思うんですが、出店してきた人が読み方がどうなのか、昔から難しい字とかは本当に難しいので、みんなよく分かっていなかったみたいなところはあるかと思います。特に地名に関しては。京都に関しては昔からこの京都駅周辺ですね、あとは見た目で分かると思いますけど、山間部なので、そんなに人が住むスペースはなくて、で、この JR の沿線沿いのところが畑であると。これ撮影しながら移動してるんで、それ見ていただいたらわかると思います。この淀川からの上流のところが、桂川で、日吉ダムの方に河川が、上流の方にありまして。もう一つがこちらの琵琶湖の方へと続いてまして。一応こういうふうなピンク色のところが人口密集地帯というような表記なんですよ。学生の頃の地図が一番わかりやすいとは思うんですが、本当に、そこまで人口がいらっしゃるかっていうと、やっぱり疑問が残るんですよね。中央のところ、確かに人はいっぱいいますけども、オフィスビルだったり、その商業施設だったりで人が住むようなところはあんまり見受けられない。だけども表記はピンク色。だから大体みんな大体で進めてるんだと思いますよ、物事。だから自分の目で見に行かなかったらわからない。あとは、前輪の地図を見た時に、表札ガラガラだとか。で、他の都道府県に行ったりして、会社所有の、建物に宿泊したりだとか、そこも表札が入るわけですから、表札の、前輪の地図の見方として、表札入ってる家かける、1ぐらいで物事見た方がいいかもしれないです。極端に聞こえるかもしれませんけども。その議員さんとかで家2軒持ってる人とかがいらっしゃって、事実として、年金受給者の人で31万円超えてる人たちも須磨にいらっしゃるんですよ。範囲が朝鮮半島と台湾と満州国を併合していた時の範囲での表記なのか、それとも今の日本の国境内の範囲なのかわかりませんけど、人数が数万人いらっしゃいますと。っていうことは、31万円以上もらおうと思ったら、かけてる年金額は4000万円以上かけてなかったら届かないんですよ、その金額に。ある程度をお金持ちの人たちは本当に事実としていらっしゃいますと。で、家2軒持たれてる方たちも実際いらっしゃいますと。山間部は過疎地のところは多くて、耕作放棄地も結構ありますと。これが今の現実です。正しい人口に関して、日本、
もしかしたらもう3000万人ぐらいが妥当かもしれないですね。兵庫県に関して、神戸市内だけで、まあ、50万人いるのかな、どうかなぐらいなんですよ。で、ほとんどは神戸市民なんですよ、兵庫県の。半分ぐらいが神戸市民ですね。面積がね、神戸市がやたらと広いんですよ。で、他のところはもう大体山間部とかってもうあんまり家もともとないです。まあ、あとはその横の、まあ西宮市はそこそこの面積、尼崎もそこそこの面積、伊丹もそこそこ。だから神戸市のこの全体の面積と比べたら、まあ、この辺、明石海峡って書いてますけども、神戸市の垂水区なんですよ。まあ、まあ、やたらとこう、広いのは神戸市で、まあ、人口密集地帯が大体、まあ、神戸市で、まあ、芦屋市はすごく小さいです。神戸市の各区の一つの、まあ、小さな区の一つぐらいの大きさです。